客さんとして一回乗ってみたいっていう人はどこに、どこでアクセスする？旅行会社に行かないんじゃないですかね。今日本でも売り込んでるみたいですからね、うん、たくさん最近豪華客船のね旅ってちょっとブームになってるから、じゃあまあそういうところに聞いてみて、うん、探せばたくさんありますきっと、うん、で逆にそういう鍼灸師、そこで働く鍼灸師になりたいと思ってる人に向けてのメッセージをお願いします。いやなりたければなってくださいっていう。どれだけ英語力が必要ですかみたいな質問をされることがあるんですけど、あの自分で考えて、自分が海外行って、海外行ってというか鍼灸を受ける身になって、どれぐらい日本語でちゃんと対応してほしいですかっていうレベルが必要ですっていう感じですね、うん、日常会話で喋れますって、あの名前だけ言えるぐらいだったら意味がないので、うん、問診して安心させてあげられるぐらいの英語力は必要なのは必要だ。今鍼灸師さんとしてキャリアを積んでいるんであれば、その問診のやり取り全部を英語でできる、そうですね、っていうことができないと、どれぐらいの治療技術が、なんていうの、あの経験が必要ですかみたいな、うん、そんなのはもう自分次第で、あの海外の人とかだと卒業したてで乗ってる人もたくさんいて、うん、あとは自分でどうにかする力があれば、全然あのお金たくさん稼いでる人もいれば全然稼げない人もいますけど、結局全部自分でやらなきゃいけないと、うん、そうね、でもなりたければなってくださいっていう感じですね、うん、英語のそのスキルアップ方法とかって仕事で学んだんですか？仕事で、別にスキルアップしようと思ってやったことがないのでわからないですね。別にあの、うん、使ってた、たまたま使ラッキーな職場にいたのでご存知のようにそうね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あいちゃんでした。またね。さつやのみぞでした。